ジプシーログです。ちょっとこれかすれたかな。今ね、これカービラの方にね、下カービラってバス停になってますけど来ております。どこに行くかというとですね、今日はね不思議久々なね、ちゃんとした不思議行ってみたいというふうに思います。長崎バイパスのね、昭和インターの昭和町インターの、ね、近くに、ちょっとね不思議なものを見つけたんで、私もちょっと分かんないんですけどね、行ってみようかなというふうに思います。よっ、さあ昭和インターの、ね、入り口の端のところが見えてきましたけど、これのね、どこだったかな、この辺なんですよね。ここだよ。なんだと思います？これなんですけど、なんかね、チェーンがあるんですよ。サビがあってね、でこれなんかが刺さってた跡があるんですよ。でね、ちょっと見えねえけど、上ね、なんかね、祠？お社？で、あるんですよ。これなんだ？なんかほら、白い紙みたいなの見えます？見えるかな？白い紙、あの神社にね、ほらぶら下がってるようなやつあるんですけど、こっからだとね、神社見えないんだけど、これなんかここだけね、この一角だけ残ってる感じなんですよ。なんだろうこれ、不思議ですよね。なんだかわかんないんですけど、でもね、あのチェーンはあそこに上がるためのね、チェーンだと思うんですけど、もうすげえ長いこと上がってないでしょこれ。一応ね、石段みたいになってるんですけど、なんだこれ。そこね、焼き鳥文ちゃんって書いてあるでしょ、お店があるんですよ。でこの赤いのがね、長崎バイパスの入り口のところなんですけど、ここだけね、この崖っていうか山っていうのがね、残ってるんですよね。ただのね、木が生えてる岩なんですけど、何かが祀ってあります。この面で丸い跡、何だろうな。はい、ということでね、マジ不思議、何だろうこれ。祠で何かを祀ってるお社なんですよ。ということは神社っぽいんですけど、あの白いやつなんて言うんだろうね、後で調べたいと思いますけど。でちゃんと登れるように鎖があるのね。だけど上がった形跡ないもん。あの社ほったらかし、ずっと。ちょっと怖えな。はい、ということでね、一体何なんだろうね、ちょっとね、ちょっと怖くてちょっと不思議な、場所でございました。はい、ということで次の不思議に行きたいと思います。さあね、これね、丸山町の方に来てるんですけど、ちょっとこの辺止めちゃおうかな。見えてます？県指定天然記念物大徳寺の大楠。
これ多分クスノキなんだろうな。ちょっと上がってみたいと思います。おお、これすっげえ、これ画面に入りきらねえんじゃね。すっげえ不定、これ幅だってすごいよ。これ毛も生えてるけどさ、ね、説明が書いてあるんですけど、大徳寺の大クス、喧嘩大地のクスの巨木、幹回り 12.55、 根の周り 23.35m、 根だよね、これすっげえ。これでね、何が不思議かって、こうでっかい木が不思議って言うんじゃなくて、違うものが不思議なんですよ。それをご案内したいと思います。まあね、長崎の人はねもう知ってると思います。なんかそういう歌があるらしいですよね、長崎の七不思議みたいなね。それにね、歌が中に絶対出てくるんですけど、案内板、大徳寺の大クスってありましたよ ね。大徳寺ですよ。これ鳥居ですよね。だからね、もう神社なんです、寺じゃないんです。ですか、この大きなクスノキ、大徳寺のクスノキっていう名前なんだけど、神社なんですよ。ね、これね、山門があってね。でこれ長崎のその七不思議みたいな歌の中に、寺もないのに大徳寺っていう、文言があるんですけど、昔はねお寺があったようなんですが、それがね寺がなくなっちゃって、代わりにここにね神社を作ったらしいんですね。まあもっと詳しい人がいっぱいいらっしゃると思いますけどもね、そんな長崎の一応天然記念物ですね、大クス、大徳寺の大クスをご紹介いたしました。はい、ということで、この大クスさんから出ようとしたら急にね雨が降ってきました。早々に退散しないといけないと思います。あ、これ神社のね入り口ですよね。はい、今ですね、これはね長崎南部の方なんですけどもね、以前坂道の時にキリコさんがリクエストしてくれた浜勝のね、磯道町のところにある浜勝の駐車場に入っております。でね、この坂を紹介した時に、旗坊さんと倉本さんの2人がね、あそこ変なのなかったっていうコメントいただいたんですよ。で、まあ、それで、ね、何だろうと思って不思議の方で上げてみようと思って今回来てみました。では早速そちらの方に向かってみたいと思います。この坂ね、坂っていうよりもコーナーがね、このコーナー本当にすごいよね。なんかさ、90Rぐらいですよ、切り返し。さあね、この切り返しの後ぐらいにねあるんですよ、これだ、これこれ。ちょっと一回ね U ターンしますね。こんなとこ本当は止めちゃいけないんだけどね。あれ何、すごいな。あ、もうじゃあすいません、これ何ですか、これびっくりしたよ、見てエイリアンですよね、これすいません、いやエイリアンだこれすごいな。しかもなんかのね部品で全部作ってあります。へえ、要はダイヤランドに上がる坂の途中なんですけどね。すごいね、宇宙人エイリアンがいましたよ。
恐ろしいエイリアンですね。そんじょそこらの宇宙人じゃないですよ。よく作ってあったよな。はい、ということでね、エイリアン、謎のエイリアンですね、こちらの方をお届けいたしました。いやー面白いということでね、今日のね、次の方をお届けしましたけど、いかがだったでしょうか。まだまだね、なんか探せば変なのあんのかな。だいぶね、でも私の方もネタがなくなってきてるんでね、こんな感じでここにこんな変なのあったよっていうことで情報いただければ、ちょっと覗きに行ってみたいというふうに思います。それでは今日はこの辺で終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。ジプシーログでした。ちょっとストップ。なあ、ここ眺めいいね。目線に揺れて同じ場所に焼く